こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサなのぜ。ねえマリサ、なんで私たち、ここに来てるの？そんなことよりも、ラグアス王子が困ってるみたいなのぜ。でもねえ、なんで、ここに来てるかの方が気になるよ。まあまあ、とにかくラグアス王子の話を、聞いてみようぜ。私も気がかりなことが、王子が夢を見たから、私たちここに来てるの？ホステイルって誰？なんで500年前の、夢を見てるの？もう少し、詳しく聞いてみようぜ。やっぱり、私帰るね。予知能力の話みたいなのぜ。私ねえ、この手の話は、苦手なんだよ。放置した方がいいって、王子に言ってよマリサ。バラルさんが、退治に行くのか？って、私たちも行くってことになるんでしょ？受けるわけないのぜ。受けないよね？俺たち、百人力の中に含まれてるのぜ。やっぱり帰ろうよ、マリサ。そうだな。ここはバラルさんにお任せして。じゃあ善は急げだよ。やっぱり、心配になって、戻ってきちゃった。怖くないのか、霊夢。怖いよー。だって亡霊でしょ？でもバラルッチが、なんとかしてくれるから大丈夫だよね。仲間の、奇跡さんと。天ぷらさん、サラマンダーさんもいるから、多分大丈夫なのぜ。そうなの？って何気に、バラルッチとか言ってるし。てへえ、やっぱりここ、変だよ。わあ。本当に、バラルッチで大丈夫かな？喋ったー。私、モビルスーツ持ってこようか。ビームライフルなら。でも相手は、亡霊なのぜ。始まった。ここは、バラルッチの、お手並み拝見なのぜ。マリサも、バラルッチに来てるし。予想以上の激しい戦いなのでバラルッチたち結構強そうだよ。ぐんぐん気持ちよさそうだね。霊夢もやりたくなってきたんじゃないのか。まあねー。渾身切りすごいのでの分身も負けてないよ。さらにもう一回マリサ、あたしも戦ってこようかな。やめとくのでろうね。バラルッチたちはかなりの訓練を受けた戦士なので。そうなの？多分な。ちょっと言ってすぐできるもんじゃないと思うので。回心必中？確かにすごいね。バラルッチたちの勝利なのぜ。なんかねえマリサ、初めて会うバラルッチなんだけど、どこかで会った気がするんだなぁ。おのれー言ってるよ。やっぱり亡霊は亡霊なのぜ。バラルッチたち呪われなければいいんだけど。俺たちもな。消えたのぜ。お城に戻ってきたよー。王子様にご報告なのぜ。さ
すがバラルッチ。フォステイルって人が、恨まれてるのぜ。この王様は、予知能力があるんだね。いいなぁ、私も欲しいよ。なんで500年も前の恨みが、今頃出てきたのぜ？私に聞かれても、知らないよ。いや、霊夢に聞いたわけではないのぜ。なんだぁ、王様もよくわかってなかったのぜ。この後も、ちょっと気になるね。亡霊は、苦手だったんじゃないのか？苦手だよ。でも気になるよ。ならもう少しだけ、バラルッチに、付き合ってみようぜ。なんだぁ、マリサも気になるんじゃない？まあなぁ。とりあえず今回は、これでクリアしたのぜ。やったねー。次回は、フォステイル氏を探すのかな？オッケー、しばらくしたら、また来てみようよ。予告があるらしいぜ。やばい。また亡霊だよ。ここの人たちに、似ているのか？亡霊さんたち、悪い人じゃないの？謎は深まるばかりなのぜ。ということで、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。